どうも、あーです。今回は、ゴロちゃんがプロデュースしました、レストラン、ビストロスマップ、ビストロジョーに行ってきたので、そちらを紹介したいと思います。では早速行きましょう。オーダー、クリスマスと新年にぴったりの料理。こちらがお一人様用テーブルです。九条ネギのソースに和風のジュレを合わせた冷製うどん、低温で柔らかく煮込んだアワビとともにどうぞ。琥珀コンソメと人参のムース、祝い鯛とカブのカルパッチョ、フンウと生ハムの天ぷら、フカヒレとカニの茶碗蒸しの盛り合わせです。栃木県産香り鶏のローストと手長エビの菜園風フラワーサラダ、瞬間冷凍したグレープフルーツとライムでさっぱりとどうぞ。ピザは各種あり、おかわりもできます。イタリアピアモンテ州名物の一皿、黒トリュフと国産きのこを使った細麺パスタ、グアンチャーレと卵黄で味に変化をつけれます。ウイスキー香るアメリケーヌソースをまとったオマールエビの鉄板焼き、カリフラワーのクリームでまろやかにどうぞ。弱火の炭火でじっくり焼き上げた黒毛和牛ヒレ肉に、フキノトウの香りを洋風ソースと和風の有馬山椒のマリアージュ。ピスタチオ、バニラ、グリオットチェリーの風味を生かしたデザート、すぐりの泡の酸味を添えてどうぞ。いやー、どの、料理も、すごいこだわってて、とっても美味しかったです。もうこのレストランはもう自分の中ではですね、まさに三つ星級レストランでした。よかったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではバイバーイ。